強運体質セミナー、強運体質セッションを受けてくださってる皆さん、こんにちは、池田真由美です。今日もよろしくお願いします。2月19日、新月です。で、その新月は、願いが叶いやすい、普通の日に願い事をするよりもスピードが増して願い事が叶いやすいパワーを秘めているということで、皆様にもその願い事の願い事が叶う、より叶う方法をお伝えさせていただきたいと思います。じゃん。2月19日ですね。2月19日の木曜日、8時47分が新月の時間帯と言われてます。で、この新月の日に2個から10個、できたらこの2月19日のパワーっていうのは幸福万来と言って、幸せにしてください、私は何々がしたいです、こうなりますようにっていうことを中心に、願い事を2個から10個まで紙に書いてみてください。できたらこの、そうですね、8時47分から48時間以内で構いませんので、願い事を書いていただいて、そしてその書いた紙はそっと机の引き出しにでも入れていてください。ここ48時間と書いてありますが、8時間以内がベストだと言われています。だからこれ普通の日なんで、8時47分プラス8、16時47分までに書いていただいた方がいいんですけども、仕事中、ちょうど仕事中ですよね、仕事始まったところで仕事が終わる頃までの間なので、48時間以内でも大丈夫ということです。ですので2月19日の8時47分から48時間以内になりたい自分をイメージして、できるだけ具体的に、そしてそうですね、私は今とても幸せですと言って、現在形、過去形にして書いた方が願い事は叶いやすいと言われてますので、書いていただいて10個までもう、多くても少な、多すぎても少なすぎてももったいないので、10個を書いて、そして叶いますようにと紙に書いて、あとは引き出しにしまうっていうのをぜひやっていただきたいと思います。私はいつも皆さんを応援しています。ではまたお得な情報をお伝えさせていただきます。池田でした。ありがとうございます。